はい、皆さん動画をご覧いただきまして、私のね今回の動画のタイトルは、ガクトさんは嘘もつくと、ガクトさんは当てにならない、そんなね感じのタイトルで書こうと思うんですけども、まあガクトさん基本的にね素晴らしい方だと思いますよ。それは今でも私変わりません。ただね、ガクトさんが素晴らしい方だと言って、ガクトさんのやってること言ってること全部が自分に当てはまる真実であるとは私は思わないんで、ここは違うだろうとかいうことはね、真っ向糾弾しようかと思います。ただ糾弾といっても動画でもうあからさまにするんじゃなくて、私の心の中にね、心の中にあ、この人はこのパートは当てになんないなっていうふうなね格をつけてますね。大胆にもガクトさんについてここまでね格をつけてる人間あんまりないんじゃないかなと思いますよね。まあどんな格をつけてるのかってことを今回特別にお話しましょう。再生数少ないと思いますんで、それはね、ガクトさんは、まあ、暗号通貨のことは全く分かってないなということですよね。で、ICO ってものに乗っかって、ブームに乗っかって、とんでもないね、ファンからの、こう裏切りといいますかね、ファンからお金を集めて、自分の資産にして、で、ヘラヘラしてるなっていうところですね。ここはちょっと私は承服できないですね。今日の時点で、投資っていうのはすでに、全てなんですけども、今日の時点でどうかってことが全てなんですよ。将来的には儲かりそうだからって、これ誰でも言えるんですよ。これは投資ではないんですよ。投資ってのは今日の時点で利益確定できますか、それとも損失確定なんですかってことの毎日の連続ですからね。まあですから、ガクトさんが暗号通貨何かをね紹介して、暗号通貨責任を持ってこれだって言った時に、今日の時点でその通貨に乗った方が資産マイナスになっていれば、何やってんだよガクトって話になるんですよね。でも今日の時点でお金が増えてればありがとうございますなんですよ。どっちですかね、どっちですかねってことで私はいつも考えてますんで、これを心の中にいつも思ってるんですよね。ただやっぱりね、ガクトさんが人気者になったとかね、マリス・ミズルっていうねバンドもやってると思いますけども、ほとんど曲聴いたことないですよね。でもバンド名は有名になってるんですよ曲誰も知らないのにバンド名だけ有名なんですよ。不思議ですよね。これもガクトさんの実績、そしてガクトさんはストイックな肉体の鍛え方、それからね、日々の、自分に対する厳しさっていうのはすごいなと思いますよね。これは本当なんですよ。これはしっかりと受け止めないといけない。だからといっておかしなところまで受け止める必要はないかなと思うんですよ。そう、見分けないといけないです。ガクトさんにしても誰にしてもそうだけども、この人は自分にとってはものすごくパワーをくれるな、でも同じ人なんだけどこれに関してはこっちの方が優れてるぞと、こっちの方がすごいぞみたいなあるんですよ。だからそういう風にして、360度、24時間365日、一人の人間を全部をね、まるっとね、丸ごと受け止めるってことはちょっと危険なんですよ。どんな人にも落ち度あって、どんな人にもインチキというかずるい面はあって、どんな人にもね、成長の余地が残ってるんですよ。だから、そういう意味を込めて、今回のメッセージのまとめにさせていただくのは、長くなってすみません。ガクトさんはね、値引きをしろみたいなことをね、なんか確かね、どっかで言ってたのをちょっと思い出したんですけども、それはね、私実はね値引きをする瞬間あるんですよ。私は値引きをします。そうなんですよ。まあ通販にしてもそうですし、飲食店にしてもそうですし、私はね値引きを交渉することはあるんですよ。その結果ですね、私の値引き率ってのはえげつないですね。私が値引きをするってことは、販売価格の 50% 以上した時に値引きができたと思うんですよね。だから1万5千円というね商品の値段をつけられて提案された時に、これ7千円ぐらいになんないですかねってことをやるんですよ。この日本国内ですよ。7千円に刺すんですよ。7千円、すごいでしょ。これが私の交渉術なんですよ。まあその交渉のネタとして、どんな交渉術使ってるのかなってことはまたね、興味がありましたら次の動画でお伝えしようかと思いますけど、そこは今回割愛します。で、結論ですよ。値引きさせた挙句、私はその販売者にダメージを与えるかって言ったらダメージを与えないんですよ、それはね、どういうことかっていうと、値引きの交渉に応じてくれてありがとうっていうね、こんな言い方はしないですけども、最終的には分かりました、ありがとうねって、こんなにしてもらってごめんね、悪いからちゃんと正規の料金払いますよ、プラス今回付き合ってもらったんでちょっと余計に払いますねって形で余計に払うんですよ。だから交渉は成功する、そして販売者には金銭的ダメージを与えない、プラスで儲けていただく、要するに私のトレーニングに付き合ってくれたんでありがとうねということで講師代を払うんですよ、ですので私の値引きを受け入れない人っていうのは損するんですよね。まあ損するってことはないと思いますけど、私はあ残念だったなと、私がこの方に、値引きで攻略できなかったためにこの人に無駄な時間を使わせた挙句、嫌な気持ちにさせて挙句儲けさせてあげることができなかったな、ごめんねって感じになるんですよ。ですから私は交渉は絶対に成功させます。交渉を成功させて 50% 以上の値引きをさせた後でちゃんと正規の料金プラスアルファを払うというねオチをつけるんですよね。まあこれを、まあ、3分以内にできなかったら私はもうね話を進めないんですよ。3分でこれやるんですよ。
で3分以上やったらその人悪いじゃないですか。で通販の場合だったら、例えばメルカリだったらね、値引き交渉をすることがあるんですよ。値引き交渉をお願いしますと言ってやり取りをして、値引きが成立したらありがとうございました、じゃあ値引きしなくていいですよと、ここまでやってもらって悪いですけども、やっぱりね、あなたの素晴らしさが分かったんで、値引きをしたつもりで私はあの最初の料金払いますんで、そのまま1000円を作ってくださいっていうふうにして、メルカリの方は話を終わらせていただくんですよね。で、まあ、ヤフオクもそうですけども、ヤフオクなんてのはね、振り込みじゃないですか。ヤフオクであの思っても見ないようなね、安い金額で落札できたら、私はその方にきちんとお礼をしますね。そのお礼の仕方ってのはまた別の機会にね、お伝えしようかと思いますけどもね。まあね、全てをね、トレーニングっていうのは GACKT さん、あの本当その通りだなと思います。全てがトレーニングであり、全てが自分のことを印象づけるため の, あのプロモーションなんですよ。で、その結果相手の人にどれだけ得をさせるかってことを私は考えているのが GACKT さんとは違うところですよね。GACKT さんは人にダメージを与えるところまでで終わりなんですよ。まあもちろんね、GACKT さんに交渉されたらみんな嬉しいと思いますよ。そういうのは私できませんけども、私は結局ね、なんですかね、人に金銭的な負荷をかけたくて値引きをするわけではないっていうところは GACKT さんと本当に同じなんですよ。でも結果的にも負荷をかけさせないっていうところで GACKT さんとちょっと違ったところがね、思ってるんですよね。まあこんな形で速稼塾のカリキュラムっていうのは進んでおります。速稼塾はね、毎日毎日動画のアップロードを新しくしてますので、もしね、よろしかったらチャンネル登録の方をお願いしますということを生涯初めて言いました。これをね、言いましたよ。さっきね、誰だったかな、岡田斗司夫さんのチャンネルだったかを見て、あ、動画の最後にこれ言うべきなんだとか思っちゃいましたね。っていうのは、私動画最後まで見ることってめったないんですよ。なんかいいところまで見たらパッと切るんですよね。あんまりね、だからパーフェクトに見ないんですよね、人の動画ね。まあそんなこともいろいろ話しながらでございますね。チャンネル登録お願いしますなんて私はもう恥ずかしくて言えなかったんですけど、今回テストで言わせてもらいましたからね。これで新たにチャンネル登録者数が増えることを期待してるわけではありません。私のチャンネル登録者数はおかげさまでもうすぐ1万人でございます。ありがとうございます。